読むための考える英文法、今回は仮定法を取り上げたいと思います。まず仮定法ではなぜ通常と違う時制を使うのか、これを考える前にまず仮定法とはそもそも何かということをきちんと理解しておきましょう。昔の英語では、事実ということとそれから頭の中のことを述べる場合ですね、この場合に、はっきりとした、区別をしたということですね。例えば、事実を述べる場合は叙述法、つまり事実の実を叙、述べる方、彼が死んだというのは例えば He died というふうに言えばいいわけです。ところが叙述法というのはみんなが思ったのは事実ですから Everybody thought というふうに言っていいわけですけども、彼が死んだっていうのはあくまでも人の頭の中のことだ、事実かどうかわからないことだ。この場合にはそう頭の中のことを叙述べる言い方、叙述法というのが使われました。仮定法とはそもそも、if で始まる表現ということではなく、事実ではないことを述べること、頭の中のことを述べることなんだ、というのが出発点にあります。で、この考え方は実は仮定法現在と呼ばれる仮定法の中に現在でも残っています。例えば He insisted that she go to New York とあります。ここでどうして go が使われているのかというと、彼女がニューヨークに行くことを彼が主張した、あくまで彼女がニューヨークに行くのは事実ではなくて彼が主張した、つまり彼の頭の中にあることだ。だからここでは原型の go、 つまり通常の時制であれば went を使うべきところに原型の go が使われています。同様に it is 話者の判断を表す形容詞 that という仮主語の構文ですが、この場合でも it is necessary that she go to New York というふうにありますが、この場合もあくまでこの文を書いている人、あるいはこの英語を喋っている人間が彼女がニューヨークに行くことが必要だと言っているわけで、彼女がニューヨークに行くことが事実なのではない、その意識が強いためにここでは原型が使われるわけですね。ちなみに should が使われる用法に関しては、この叙述法の後出てきた、最近の英語だというふうに考えます。はい、仮定法ではなぜでは通常と異なる時制を使う、のかということですが、時制を解説した時にお話をしましたが、人間は現在に存在しています。この現在に存在する人間が近いなぁと思うことは現在で表現し、遠いなぁと過去に対して遠いなぁ、あるいは未来に対して遠いなぁと思う場合には、過去形や、未来時制を使うということになりますね。で、仮定法というのはそもそも頭の中のことで現実から遠い世界です。だから現在のことであっても、遠いので過去形が使われる。さらに遠くなると過去完了形が使われるということですね。仮定法で、通常と違う時制が使われるのは通常の時制の場合と同じように、今ここにいる、現実の世界にいる、現在の世界にいる私から遠いというふうに感じられているから過去形や過去完了形を使う、通常とは違う時制の使い方をするということですね。はい、実際に英文を読んでいくときに仮定法、これは if で始まっているとすぐわかるんですが、何気なく出てくる仮定法、これには十分に注意をしなければなりません。ここに取り上げた英文は2016年共立女子高等学校3年生の定期試験で出題した英文です。前提条件としてここに出てくる登場人物である I ですね、これはあるお母さんを指しています。で、お母さんが結婚したんだけども、その旦那さんというのは再婚で子供がいた、で、その子供との付き合い方に非常に悩んでいる、そういう文脈でのお話です。As I read this message、 このメッセージを私が読んだとき、 A wave of sadness runs through me、 要するに悲しみの波、波のような悲しみが私の体中を駆け巡ったと。 As I realized that she must have thought she was writing to her father the whole time、 ここで、ずっと、E メールでのやり取りをしていたわけですね。そうすると、きっと相手の、自分の義理の娘は相手が父親だろうなと思ってずっと、文章を書いていたに違いないと私が、悟ったので、だから、悲しみが私、を襲ってきたということですね。やはりどうしても、義理の母親だから、こんなふうにざっくばらんには、話してくれないんだろう、
そこで下線部です。She and I would never have openly exchanged such words of affection. Affection は愛情ですから、そのような愛情の言葉をこんな風にオープンリー、明けっぴろげにですね、お互いに、心を開いて、exchange、取り交わすなんてことは、私と彼女であれば、決してなかっただろうに。はい、ここに出てくる would never have、これは、何気なく読んでしまうと仮定法だということに気がつかないで読んでしまいがちです。お父さんだと思っていたから、実のお父さんだと思っていたから娘は、まあ、オープンに心を開いて文章を取り交わしてくれた。でも、その娘ともし私であったならば、こんな、愛情のこもった言葉を、こんなに心を開いて取り交わすなんてことは決して、なかったろうに、過去完了時制が使われているのは、この時点で、もう要するに手紙のやり取り、メールのやり取りをしたのが過去だっていうふうに意識されているからですね。こうした仮定法をしっかりと見抜くということが読解の場面では非常に重要になります。はい、仮定法、隠れた if 説、のことをですね、仮定法条件説相当語句というふうに言いますが、以下に挙げるようなものの中に if の意味が隠れていることがあるので、知識として知っておいて十分に注意する必要があります。例えば、to hear him speak Spanish, you would take him for a Spaniard というふうにありますね。ここで would にちゃんと注目できるかどうか。あなたは彼のことをスペイン人だというふうに間違ってしまうだろうね。でも、その仮定の意味、というのはどこに入っているかというと、彼がスペイン語を話すのを聞いたらという不定詞の副詞的用法。ここに入っているわけですね。不定詞の副詞的用法には、目的だとか、原因理由だとか、判断の根拠だとか、程度結果、さまざまな意味、限定用法なども含めると、いろんな意味がありますけれども、ここで、条件の意味があるということを思い出してください。書き換えると、You heard him speak Spanish というふうに、仮定を過去で書き換えられている点に注意をしましょう。また、これもなかなか、見抜きづらいですが、Anybody who should do that would be laughed at というふうにあります。この who should do that というのが、関係代名詞、で Anybody を修飾しているわけですけども、ここではそれ以上にこの should に注目する必要があります。万一そんなことをする人間がいたとしたら、そんなやつは誰であろうが would ですね。ここも仮定法です。笑われてしまうだろう。はい、関係詞の中に if の意味が隠れている場合があります。はい、分子構文は時、理由、条件、情報、付帯状況、など、の意味を持っていますけれども、この、分子構文、条件を表す分子構文の中にも if の意味が隠れていることがあります。He would have been known all over the world というふうにありますから、彼は世界中に知られていただろうね。もっと良い時代に、現実よりも、もっと良い時代に生まれていたらということです。はい、さらに、主語に隠れている、先ほども She and I というところに、隠れていましたけども、ここでも日本人だったら Would not do such a thing、 そんなことはしないだろうにねと、いうことですね。この、まあ、He を使った書き換えなんていうのは、まあ、非常に古い形なので別に覚える必要はないですけども、Would を何気なく読み飛ばしてしまわないように、日本人だったらという表現に注意をしてみましょう。はい、次、otherwise、これはまあ分かりやすいと思います、そうでなければという意味ですね、I went at once、 私はすぐに行った。もしそうでなければ otherwise、 I should have been late for the meeting、 should はべきという義務ではなくはずという意味ですね。私はその、ミーティングに、遅刻していたはずだということです。はい、次、前置詞、前置詞の語句ですね。前置詞、but for 何々がなければ、without 何々がなければ、with 何々が あれば、その他の前置詞の中に if の意味が隠れていることもあります。また、副詞、例えばここでは、100 years ago 100年前だったら彼は成功していただろうね、という表現で、この時や場所を表すような何気ない副詞の中に仮定法の意味が隠れていることがあります。はい、最後は、まあ、最も難しいですが、行間や文脈です。I could meet him. 私だったらって主語に隠れてるかもしれないし、彼にだったら、会うことができるのにって意味なのかもしれない。あるいは行間で、会おうと思えば、会うことができる。こういう意味かもしれません。
何気なく出てくる助動詞の過去形や助動詞の過去形プラスHaveプラス過去分詞には十分注意して英文を読みましょう。